皆さんこんにちは、ジンです。今回は大人気のユニクロ U の半袖クルーネックティーを使って1週間コーデを組んでみたいと思います。無地なベーシックな T シャツを使ったシンプルコーデの組み方や色合わせの考え方の参考にしてもらえたら嬉しいです。もともと4年間ぐらいですね、アパレル業界で販売をやっていたので、それなりに説得力はあるかと思います。コーデの系統としては、僕が今30代でシンプルなファッションが好きなので、30代や40代くらいの方の参考になるような大人カジュアルになります。このチャンネルではファッション、ガジェット、ライフスタイルをメインテーマに動画配信しています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。ブラックのクルーネックティーを使ったコーデです。ブラック系のアイテムで統一してモノトーンでクールな着こなしをしてみました。パンツはユニクロの EZY アンクルパンツのスラックスです。 T シャツはカジュアルめなアイテムなので、綺麗めなスラックスを合わせてバランスを取ることが多いです。明るい色のベルトを垂らすことで、重たい色の中にもワンポイントアクセントを加えてみました。サンダルもビルケンシュトックのチューリヒを合わせて渋く大人っぽい印象を狙っています。全身がワントーンでちょっと物足りないときは、柄物のバッグを合わせることが多いです。これは GU で買ったウエストポーチです。迷彩柄が好きなので、柄物は迷彩柄をたくさん持っています。イエローのクルーネックティを使ったコーデです。白、黒、グレー以外の派手な色のアイテムを取り入れるときは、他のアイテムはですね、できるだけ無彩色にするのが自分の中のルールです。色をたくさん取り入れるほどカジュアルになりますし、若い印象のコーデになってしまいます。僕のように30代以上のメンズで大人っぽいシンプルなコーデを目指す場合は、派手な色は一色に抑えた方が無難かと思います。これは少しくすんだ上品な黄色を生かすためにも、他のアイテムはモノトーンなものを選んでいます。どこにも柄がないので物足りないと感じるなら、バッグにロゴがプリントされたアイテムなどを選ぶといいですよね。ここでもバッグとシューズの色を合わせてバランスを取りました。シンプルなデザインの真っ白のスニーカーは一つ持っておくと上品なカジュアルが作れるので便利です。ネイビーのクルーネックティーを使ったコーデです。同系色の青いデニムをプラスして爽やかなブルーコーデを意識しました。デニムは明るい色を選ぶと春夏っぽさが出ていいですよね。これもユニクロのスリムフィットジーンズで、上下で5000円ぐらいのユニクロコーデです。足元はロールアップして軽さを出してサンダルの黒で引き締めました。柄がないのでバッグで柄を足してみます。やっぱり大好きな迷彩柄なんですけど、よくあるグリーン系統の迷彩柄ではなくて、コーデに合わせてブルーグレー系統の迷彩柄をチョイスしました。グレーのクルーネックティーを使ったコーデです。メンズってパンツに柄物を着用することは少ないですよね。でも夏のショーツスタイルだけは柄を存分に楽しめるので、ぜひ取り入れたいです。パンツは以前の動画でもご紹介したパタゴニアのバギーズロングです。夏に本当に最高のショーツなので、気になる方はぜひ前回の動画も見てみてください。概要欄に関連リンクを貼っておきます。足元は T シャツと近い色でグレーのシューズを合わせてみました。川とか海に行くんだったらサンダルに変えても良さそうですよね。ちょっと持ち物が多い時はウエストポーチを合わせます。ショーツに柄を使っているので、ここは無地のバッグが無難です。ファッション上級者でない限り、柄は全身の中で1種類だけにとどめると失敗がないかと思います。グリーンのクルーネックティーを使ったコーデです。グリーンが濃いので、パンツはやっぱり明るめのアイテムを合わせてメリハリを出したいと思って、ホワイトのパンツを選びました。メンズでホワイトのパンツって抵抗感のある方も多いかもしれませんが、意外と重宝するアイテムです。ホワイトのピチピチのスキニーってなると僕も少し抵抗感がありますが、このユニクロの EZY アンクルパンツみたいに少しラフに着こなせるようなホワイトパンツなら、メリハリをつけたい時に大活躍します。ネイビーの T シャツやボーダーティーとも相性抜群です。まだ物足りない時は靴と同じ色のバッグを取り入れて、コーデを引き締めても良さそうです。はい、こちらはホワイトのクルーネックティーを使ったコーデです。夏は T シャツとショーツというシンプルな組み合わせがいいですよね。真夏の暑い日なんかはこれだけでいい気がします。ただショーツまで無地にしてしまうと少し物足りない気がしてしまうので、迷彩柄と合わせることでメリハリをつけてシンプルになりすぎないようにしてみました。
白の T シャツはインナーとして最も使いやすい色なので、この上にシャツを羽織ってみてもいいかと思います。夏場に黒のシャツというのは少し重たい印象になりがちですが、インナーを白にして前ボタンを開けて着ればぐっと大人っぽく着こなすことができます。パープルのクルーネックティーを使ったコーデです。パープルやピンク系統の色をメンズが着るのは正直上級者向けだと思ってます。下手に失敗したくない人は、まず選ばない方が無難な色なんですけど、着こなすことができれば、個性を出すことができます。今回は紫の良さを引き立てるためにも、他のアイテムはとことん無彩色で引き締めました。バッグも合わせるならブラックで、パンツは定番のディッキーズで、足元も王道のコンバースを履いています。ちょっとストリート寄りに仕上げてみました。はい、ということでですね、今回はユニクロ U の半袖クルーネックティーを使って1週間コーデを組んでみました。たったね、1000円の T シャツでも色を変えるだけで印象がぐっと変わりますよね。他のアイテムとの組み合わせ次第で様々な着こなしを楽しめることが伝わったかと思います。今年の夏コーデの参考にしていただければ嬉しいです。このチャンネルではファッションガジェットライフスタイルをメインテーマに動画配信していきます。今後も皆さんの生活に役立つようなお話や商品のご紹介をしていきたいと思いますので、よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価やコメントで応援してくれたり、ツイッターでシェアしてもらえると嬉しいです。本日も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。